どうも、トラジローです。今回は、以前組み立てた、双胴のライドストライカーですね。これを少し手を加えて塗装して仕上げていきます。まずは、バラバラに分解していきます。で、本体も、開けます。で、このパーツオープナーという道具を使って開けていきます。少しずつ隙間に差し込んで、こじ開けていく感じですね。場所を変えながら開けていきます。これは接着されてるみたいですね。なかなか硬いです。はい、これで開きました。ちょっとピンが一箇所折れてしまいましたけど、ちょっとこれは接着されてたんで仕方ないですね。これで、パーツの分解が完了です。まずは、バイクの前側のパーツ、顔をパーツとしましょう。で、これの目の部分、クリア化したいので、まず、お湯丸で型取りをします。はい、こんな感じで、しっかりと、型を取ります。で、冷えて固まったら、取り出します。はい、こんな感じで、顔の型ができました。で、今度はこの、顔パーツの目の部分ですね。これを、切り取って、穴を開けていきます。まずはドリルで穴を開けてから、ニッパーで切って、デザインナイフで形を整えます。はい、こんな感じで右目が開きました。で、左側も同様に開けてます。こんな感じです。で、これを、さっきのお湯丸の型に戻します。で、戻したところに、透明な UV レジンを流していきます。今回使うのはこれですね。これを目の部分に流していきます。しっかり奥まで流れるように傾けて、UV ライトで固めてます。で、型から取り出してみると、はい、こんな感じですね。割と綺麗にできたかなと思います。続いてハンドルパーツを改良していきます。この2ミリのプラ棒を使って、グリップの部分が短いなと思ったので延長するのと、あとはブレーキですね。ブレーキを作って取り付けてみます。まずは、取り付けるための穴を開けていきます。で、ニードルで真ん中のところに、印をつけます。で、そこにドリルで穴を開けていきます。グリップの部分3ミリの太さなんですけど、ちょっと、あえて細くして取り付けやすくしてますね。はい、こんな感じで穴が開きました。ここにプラ棒を差し込んで取り付けていきます。まずはアロンアルファで接着します。長さは大まかに揃えてます。はい、こんな感じで延長できました。続いてブレーキですね。作っていきます。ライターで少し炙って、90度ぐらいに曲げます。冷えて固まるまで保持します。はい、これで曲がりました。これを、さっきと同様に接着剤でくっつけて取り付けてます。はい、こんな感じです。で、ちょっと接着剤、アロンアルファだけではちょっと弱いかなと思うので、流し込みの接着剤を流して、さらに補強します。はい、こんな感じです。では、ちょっとジオに持たせて、ちょっと長さを調整してみます。はい、こんな感じで、ちょっと長いですね。なので、少しカットします。
はい、こんな感じ。これでハンドルの完成です。で、あとは、タイヤですね。これ片面が穴が開いてたので、パテで埋めてるのと、あとフロントカールの部分ですね。ここもパテで埋めてます。はい。では塗装に入ります。まずは目の部分を、クリアピンクを使って塗装してます。で、パーツ全体ですね。下地塗装と黒の塗装を兼ねて、ブラックサーフェイサーを拭いてます。で本体の、メタルグレー部分ですね。これは、ホワイトシルバーと、メタルブラックを混ぜた色を使ってます。で顔の周りの部分ですね。赤みのアイスシルバー。これは以前作ったやつですね。使ってます。で、前輪からハンドルにかけてのシャフト部分ですね。これはレッドゴールドで塗装をして、あと本体のピンクの部分ですね。これはメタルピーチで塗装してます。で、あとは全体にホワイトシルバー塗装してます。で、テールランプ部分ですかね。これはシルバーの上にクリアレッドを吹いてます。で、顔の部分、白い部分は、クールホワイト塗装してます。これで塗装が完了ですね。で、この文字の部分は筆塗りで塗装していきます。はい、こんな感じですね。で、タイヤの、ところですね。これもシルバーで筆塗りで仕上げました。で、顔の、おでこの部分ですね。仮面の文字が彫ってあるので、これは、薄めたシルバーを流し込む感じで塗ってます。で、本体の文字の部分もシルバーで筆塗りしてます。で、ハンドルのブレーキの部分も塗ってますね。では、墨入れをしていきます。リアルタッチマーカーと流し込みタイプの墨入れ塗料を使います。複雑な部分は、流し込みタイプでザザッと流し込んでいきます。で、余分な部分はティッシュで拭き取って、細かい部分は、リアルタッチマーカーを使って墨入れしていきます。こんな感じですね。で、後輪のこの部分には、付属のシールを貼ります。はい、こんな感じですね。では最後に、パーツ全体に光沢トップコートと、タイヤ部分は艶消しのトップコートを拭いてます。では、組み立てていきます。はい、これでライドストライカー完成ではなくて、この部分ですね、付属のシールを貼ります。はい、これでライドストライカー完成です。では完成したものを見ていきます。エンジン部分とかタイヤ周りですかね。墨入れをしたのでメカニカルな感じが出てるかなと思います。で、こだわった目の部分ですね。ブラッカーからシルバーで塗ってるので反射して目が光ります。あとはハンドルも延長したんでちょっと見栄えが良くなったかなと思います。では、ジオを乗せてみます。はい。全体のバランスもいい感じですね。で、カラーリングもジオと同じなので、すごくマッチしてます。あと、この部分ですけど、3ミリの穴が開いてるので、スタンドなんかを差し込んで、
バイクアクションなんかも簡単に再現できます。こんな感じでウィリーとかもできますね。これはちょっとしたポイントですけど、嬉しいですね。はい。では、ゲイツくんもちょっとバイクに乗せてみます。ってことで、ライドストライカーをもう一台用意しました。同時進行で2台作ってました。これも目をクリア化してますね。では乗せてみます。はい。こんな感じで、ケイツくんも違和感なく乗りこなしてる感じですね。2台揃うと迫力が増しますね。いい感じです。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。